いよいよ羽生登場、その先には高橋大輔、いよいよここから決戦が始まります。終わって今得点を待ちます。そしてこの後19歳のディフェンディングチャンピオン羽生結弦がいよいよ演技の時です。グランプリファイナルのチャンピオンとしてこの全日本に戻ってきました。さて磯崎の得点です。グランプリファイナル王者としてこの全日本に戻ってきました。世界が注目するのは羽生が代表に選ばれるかではなくて、どんな演技で代表を決めるのか。オリンピックの金メダル候補として迎えるオリンピックの選考会です。世界最高得点をマークしたパリの散歩道、今世界ナンバーワンのショートプログラム、一瞬笑顔が見えた羽生。ディフェンディングチャンピオンのショートプログラム、4回転のトーループ、完璧なジャンプです。軽々決めましたね。演技の後半に組み込んだジャンプ、まずは得意のジャンプから。トリプルアクセル、これも綺麗に決まってます。まるでこの緊張感を楽しんでいるようです。最後のジャンプ、トリプルルッツ、トリプルトーループ。さあ見せ場、
掲げた拳は圧倒的な自信の表れ。この全日本の舞台でも19歳の自信は全く揺らぐことはありませんでした。この表情はまだできたというそんな表情でしょうか。世界最高得点をマークしてきたこのショートプログラム、ひょっとしたら3桁の得点が見えてきたかもしれません。いやー、まずは荒川さん、はい、何かこう貫禄のようなものすら感じました。本当ですね。このやはり一歩リードしているというふうな認識を皆さんが、ね、こうお持ちの中でこう演技をするということは非常に本人としてもプレッシャーはあると思うんですよね。そのプレッシャーをものともせずに自分の演技にこう集中できて、この演技ができるというのは素晴らしいですよね、はい、でまた後半に飛んだトリプルルッツ、トリプルトーループのコンビネーション、最初のジャンプでヒヤッとしたんですけれども、はい、もうトリプルトーループを飛び終える頃にはもうプラスがもらえるようなジャンプに きっちりとこう切り替えて修正してきたというところはさすがだなと思いましたね。ちょっと軸が本田さん曲がったように見えたんですが、そのあたりいかがですか。そうですね、本当に飛び上がった瞬間にあっという感じにはなったんですけれども、はい、その後のトリプルトーループをきれいに飛びましたので、マイナスだったトリプルルッツをプラスの3回転3回転のコンビネーションにしたと。それにしてもあの4回転のトーループの安定感と、いや本当にそうですね、やっぱりオリンピックの選考も あるんですけども、はい、ディフェンディングチャンピオンとしてこの全日本を迎える気持ちというのもプレッシャーがあったと思いますよね、はい、99.84 という世界最高得点です。もちろんこれ全日本選手権ですから参考得点とはなりますが、3桁も100点超えもこれは羽生が一つ目標にしてきた得点ではありますが十分に見えてきました。ソチオリンピックの選考争いという意味では一歩リードしてグランプリファイナルを制して一歩リードしてやってきた羽生です。さあ、あとは得点をただただ楽しみに待ちましょう。羽生さんの得点、その得点103点、100点を超えました。103.10、テクニカルエレメンツは驚異の 56.20 です。これがディフェンディングチャンピオンの力。素晴らしい演技でした。100点超えで完璧に見えましたが、いかがでしたでしょうか。手応えとしては少し疲れたかなっていう印象もありましたし、また自分の中ではまだ動き足りないなっていうような感覚があるようなシーンがたくさんあったので、もっともっと次の試合に向けてもっと詰めて練習していかなきゃなと思わさせられました。この超満員の会場、緊張というよりもむしろ楽しんでいるように見えたんですが、どんな気持ちで滑っていたんでしょうか。ずっと緊張してたんで、ずっとプレッシャーを感じてしまってたので、本当に楽しもうと僕自身すごく思ってやってました。さあ、そして明日のフリーですが、どんな演技を見せたいですか。やっぱりフリーの方が長いですし、もっとエレメンツも多いので、しっかりと今日に負けないような演技を目指して、明日は明日やるべきことをしっかりやりたいと思ってます。